瞬横とボートが当たったが、それでも出てきた木村正樹。6号艇の松竹も軽快なるピット離れ。絶好掛け番の1号艇の佐藤はインを主張いたします。今季の最後も興味津々のドラマ、ファンの釘付けという、そんな後続高台水面でのバトルでありますが、ガマゴーリ中日スポーツ賞第49回の竹島弁天杯の優勝戦であります。絶好掛け番、早いスタートで一気に押し切りを決めたいのが1号艇の佐藤博明。デビューから優勝戦の好枠は2回目となります。ピット離れ飛ばして、そして出足一本にしよっぼってきた雰囲気がありますが、5号艇の木村正樹、 A1 勝負には大敗は避けたい松竹大輔。さあ角には魅力興味満点のストレートを誇る伊藤正義、岩瀬雄介、マーク、佐藤大輔も動かずに展開を確実にミートする構えか。本番カード4コースに伊藤正義、とにかく伸びる。インの佐藤博明、お越しは100で1番5番6番、ダッシュ2番3番4番、優勝戦順次です。スタートしました。スロー、わーっと、これは1番6番あたりは早すぎるか。2号艇それでも出てくる、1号艇カット、6号艇の松竹切り込んでいってバックへ入ったが、ただいまのスタート問題があります。なお残念ながらスロースイキの3艇板木スリットオーバー、1番、5番、6番がフライング、3艇がフライングに敗れた競争であります。1号艇の佐藤博明、5号艇の木村正樹、6号艇の松竹大輔、3社がフライングに敗れます。投票法によっては不成立という船券もありますのでご注意くださいませ。先頭には3号艇の岩瀬雄介が浮上、4号艇の佐藤大輔、2番手2号艇伊藤正義が3番手。やはり強力伸びを誇る2号艇の伊藤正義を止めたい止めたい、そんな気持ちが先走ったのか、佐藤博明、木村正樹、松竹大輔、スローに構えていた3艇がフライングに敗れます。1番5番6番に関する投票権は全て返還されます。なお投票方式によっては不成立になる船券がございますので、お手持ちの船券の方を大切にお持ちくださいませ。3号艇の岩瀬雄介、2号艇の伊藤に乗っての切り込み見事に決まり、4号艇の佐藤大輔、2番手2号艇の伊藤正義が3番手という状況であります。寂しく3艇残った競争、今ラストコーナーを回ってきます。岩瀬雄介、佐藤大輔、2号艇の伊藤正義です。先頭3番の岩瀬雄介ゴールイン、岩瀬が優勝です。4番の佐藤大輔が2着、2番の伊藤正義が今3番手でゴールインです。優勝戦第順次レースの確定、1着3番、2着4番、3着2番以上です。